各地で入港を拒否されたクルーズ船がカンボジアの港で下船を開始しました。一部の乗客が新型コロナウイルスに感染した疑いが持ち上がり、日本などに入港できなかった香港発のクルーズ船ウエステルダムは今日、カンボジア南部の港で下船を開始しました。フン・セン首相も出迎える中、乗客らは笑顔でカンボジアに上陸しました。カンボジア当局は体調不良を訴えた乗客およそ20人の検査結果が陰性だったため上陸を認めたということです。It's good to step on land and thank you very much for welcoming us.